我々はこの物語を知っている。この後世に語り継がれるべき戦士たちの物語を知っている。百年の因縁、百年の因果を断ち切ろうと戦った男たちの物語を、我々は決してこの物語を忘れてはならない。第一章、静かなる暗殺者、破教員範明、ハイエロファントグリーン。この心、この体、この魂、すべてあなた様に。ほほう。このすべてがディオ様のもの。ならば死んでみせろ。喜んで。生気を吸い取る。すでに何百何千か。しかし、未だ百年の傷は癒えぬ。チッ。まただ。また何者かに見られた感触を味わったぞ。やはり、ジョナサンの子孫というわけか。かつての因縁が、百年という歳月を経て、蘇るとはな。ギリギリのところで奪い取った、このジョナサン・ジョースターの肉体。その肉体に、ほんのちょっぴり残っていた生命の力。それを得て、このディオは百年の間生き続けることができた。だが、この肉体が、ジョナサンの子孫に何らかの信号を送っている。血族にだけに通じる魂の信号を。いいだろう、ジョナサン。いや、ジョースターの血統は私の人生にとって目障りな存在。始末すべき宿命、抹消すべき因縁、すでに手はこれも運命というやつか。ディオか。ジョータロウ、お前が身につけたその能力、普通の人には見えない生命エネルギーが作り出したビジョン、
それこそが、スタンドなのじゃ。スタンドとは、俗に言われる超能力のようなもの。あるいは守護霊と言い換えてもいいかもしれません。スタンド能力を身につけた者は、戦う意志によってスタンドを操れる。ジョースターの血族であるこのわし、そしてその孫であるお前に、突然スタンド能力が現れたのには理由がある。ディオの復活。そうじゃ。100年前、わしの祖父であるジョナサン・ジョースターが倒したという男。絶対的な究極の悪。その男が、遥かな時を経て蘇ったのじゃ。しかも、我が祖父、ジョナサン・ジョースターの肉体を乗っ取って。やれやれだぜ。おはよう、ジョジョ。ジョジョ、おはよう。ねえ、ジョジョ、4日も学校来なくてどうしたのよ。わかった。また喧嘩して、相手の男をメタメタにしてたんでしょう。それとも珍しく怪我でもしたの？バカね。ジョジョが負けるはずないじゃない。あら、バカとは何よ。バカだからバカって言ったのよ。まあ、何よ、ペチャパイのくせに。うるさいわね、デカパイのくせに。なんで、あれよ。ペチャパイよりマシよ。やかましい。うれっぴー、あたしに言ったのよ。違うわよ、あたしよ。ち、やれやれだぜ。あれが空城城太郎。試してみるか。ハイエロファントグリーン。何？なんだ？緑の触手みたいなもの。連中には見えなかったのが、足元から襲ってきた緑色の触手が。この石段はよく事故が起こるのよ。これからは私と手をつないでおりましょう。あら、抜け駆けしないでよ。なんですって？まさかスタンド。君、左足を切ったようだが、このハンカチで血を拭いたまえ。見ない顔だが、家教員のりあき、昨日転校してきたばかりです。どうぞよろしく。結構イカスじゃない。そう。でも私はジョジョの方が好き。家教員のりあき。ジョジョ、また喧嘩したんじゃないでしょうね。どうしたのよ、その足の怪我。校内では帽子を取りなさい。行儀悪いわよ。先生、ジョジョが喧嘩して怪我したことなんてあるかい？そうそう。第一この辺りの高校でジョジョに歯向かう無謀な野郎なんていねえよ。それもそうね。信じてあげるわ、転んだっていう話。さあ、手当てをするからズボンを脱いで。ここでか？そうよ。それとも、ハサミで切ってもらいたい？気をつけな、ジョジョ。この先生、若い男の子が好みらしいからよ。あら、じゃあ君たちを体温計で測って、仮病だってこと、証明してあげるわ。勘弁してくださいよ、先生。ああ、頭が悪そうに痛い。やれやれ。あの家教員という男が貸してくれたハンカチ。ハンカチに血で書かれた文字。空城城太郎、本日中に貴様を殺す。私のスタンド、ハイエロファントグリーンで、だと。先生、何してるんですか？やめてください、先生！体温計を振って、メモリを元に戻しているんじゃないの！先生！それは万年筆です！
万年筆に見えるの。なんかやばい雰囲気。なんて頭の悪い子なんでしょう。だったらその腐った目でよく見てみなさい。おでの目ん玉に万年筆の先っちょが まるで目ん玉が大粒のブドウの実みたいにぐちゃぐちゃだ。これでもまだ万年筆に見えるの。いやいやいや、体温計ですよ。それは万年筆じゃなくて体温計です。このバカガキ、これは万年筆に決まってるじゃないの。やめな先生。ジョジョ。まあジョジョ、まさかあなたまでこれが万年筆に見えるなんて言わないでしょうね。この腕力、女の力じゃねえ。死ぬのよジョジョ。まさか。その通りだ華教院ノリヤキ。その女には私のスタンドが取り付いた。よく聞け。私のスタンドを攻撃することはその女医を傷つけるということを覚えておけ。貴様、何者だ。答える必要はない。いや、ディオ様に忠誠を誓った男とだけ言っておこう。ディオだと。なるほど。だったら、だったらどうだというのだ。いろいろ喋ってもらわねえとな。何のつもりだ。ジョイに口づけ。ジョイの体内の我がスタンド、ハイエルファントグリーンをまるで強力な真空掃除機のように自分のスタンドで吸い出しただと。だからなんてパワーなんだ。なるほど、取り付くしか芸のなさそうなゲスなスタンドだ。緑色で筋があってまるで光ったメロンだぜ。さっきから一体何を言い合ってるんだこの二人。緑色のメロンだって、体内に何かいるだって。見えねえ、俺には何にも見えねえ。なるほど、スタンドを引きずり出したのはなかなかいいアイディアだ。だが、それによって貴様は後悔することになる。何？ああ、先生が血まみれで。君のせいだよ、空城城太郎。言ったはずだ。私のスタンドに攻撃を加えれば取り付いていた女医もただでは済まない。これは、ジョイと華教院のスタンドを結ぶ緑色の糸。貴様、ようやく気づいたようだね。我がスタンド、ハイエロファントグリーンは力こそないが、体を液状にして変幻自在の攻撃ができる。そして貴様が引きずり出したのはハイエロファントの核の部分。まだジョイの体内にはほんのわずかだが、ハイエロファントの一部が残っている。ゲスが。そして、起こったというのだ。これは問題だ、問題だぞ。どうしたんだ空城、何があったんだ。貴様一体何をやらかしたんだ。先生、彼が、空城君がやったんですよ。もう何、君も見ていただろう。なんだかわかんねえけど、わかんねえけど、ジョジョが保健の先生にキスしたのだ。ブワーって血が吹き出して、それで、やはり空城の仕業か。いつかとんでもないことをしでかすと思っていたが、これはひどすぎるぞ。やかましい。うわ、この私にも暴力を。これは定額、いや退学、いや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 、警察沙汰だぞこれは。華教院、てめえ。こいつらにスタンドは見えない。見えないということは存在しないも同じ。さあ行け、僕のハイエロファントグリーン。まだやる気か。ほら、いいパンチだ。だが、
また暴力を振るったらもう弁明の余地はない。傷害事件だ。度合い問題だ。もうやめて、ジョジョ。なんだかわかんねえが、これ以上やるとマジで先生が死んじまうぜ。家教員ジョー太郎、僕は何度も言った。ハイエロファントに攻撃を加えればジョイの身を傷つけると。君のせいだ。全て君がやったのだ。さらに奴もスタンドから緑色のヌルヌルした液体が。くらえ、我がハイエロファントグリーンの。やばい、てめえら下がれ。何がだ、何が。もう遅い。エメラルドスプラッシュ。ディオ様、これでジョー太郎目を抹殺しました。ご安心を。家教員、貴様、ほう、自分のスタンドを使って落ちてくる瓦礫をガードしたか。なるほど、力だけではない、とんでもない素早さも持ち合わせたスタンドだ。だがな、予想以上のダメージ。愚かな。自分を犯人呼ばわりした者をかばって必要以上にスタンドパワーを浪費した。無様だぞ、ジョー太郎。ゲロー。痛みをこらえて立つか。しかし悲しいかな、その行動はボクサーの前のサンドバッグ。あとは撃たれるのみ。先生が何十ものハサミを構えて。お前が助けようとしたジョイの手にかかって死ぬんだな。家教員、この空城ジョー太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。卑怯な手を使う喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、威張るだけの脳なし教師を叩きのめし、料金以下のまずい飯を食わせるレストランの代金はいっつも踏み倒す。だがこんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用して踏みつけるやつのことだ。マジでや、貴様は無抵抗の女を自分の意のままに操る人形か何かのようにな。説教か。おめえのスタンドは確かに被害者にも、いやおうなく操られた加害者にもわからねえ。まして法律で裁けるはずもねえ。くだらぬこと。だからさ、うん、だから俺が裁く。違う。悪、悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと。過程は問題じゃない、結果だけだ。すなわち負けた者が悪なのだ。死ぬがいい。敗者が悪か。だったら、いやー、これじゃやっぱり、あ、数十本のハサミが徐々に。てめえが悪じゃねえか。信じられん。あれほどのハサミを空中で全て正確に叩き落とすとは。私のハイエロファントグリーンを指先だけで教師の体内から引きずり出した。力じゃこっちの方が効かん。エメラルドスプラッシュ。何だよ。エメラルドスプラッシュ。軽く片手で防いだ。超精密な動きと目にも止まらぬ素早さ、そして無類のパワー。これや、これが貴様のスタンド能力か。裁くのは俺のスタンドだ。どうだ、他人と同じ目に遭う気分は。なぜだ、貴様。ん、あのパワーならこの俺に完全にとどめを刺せたはずだ。お
お前は寸でのところでパワーを抑えた。なぜだ？ディオのことを貴様から聞き出すためだ。それだけか。貴様、俺に情け。気を失いやがったか。何がどうなったの？お目覚めか？おい、ジョジョ！何がどうなってたんだよ！勝手にお前が吹っ飛んだり吹っ飛ばしたり！どうやらジョイの傷は意外に浅いようだ。なあ、ジョジョ！まるで漫画かなんかに出てくる超能力みたいだったじゃんかよ。超能力じゃねえ。え？スタンドだ。こいつは連れて行く。ああ。それと、これを頼む。なんだよ、この紙切れ。ああ、おい、ジョジョ！ジョジョ！ちょっと、いつの間にか保健室がめっためたに壊れちゃってるじゃない。何がどうなったのよ。メガネは、私のメガネはどこだ？ねえ、ジョジョはどうしたのよ、ジョジョは。それが、その、この紙切れを。何よ、これ。早退届？こんなに壊しといて早退届一枚？定額だ。いや、退学だ！やれやれだぜ。下級院が破れた。奴の脳に植え込んだ我が細胞肉の目も抜き取られた。おそらく下級院のことが奴らの味方につくに違いない。そして奴らは来る。百年の因縁を断ちに、このディオの元まで。運命とスタンドの能力の暗示を決めるタロットカード。星の発金。スタープラチナか。それが奴のスタンド。空城城太郎、ジョナサン・ジョースターの子孫。次回予告。悪の貴公子ディオを求め我々はカイロへと旅立った。タイムリミットは50日。それまでにディオを倒し忌まわしき因縁を断たねば我が娘ホリーの命が。お任せください、ジョースターさん。と、そして舞台はインドへ。悪の魔王ディオ打倒のため。軽かったよ、私は帰ってきた。アブドル、何力んでんだよ。キャラクターが違うんじゃねえか。いらぬおせっかいを。ん？おせっかいだと？え？なあ！ジョー！やれやれだぜ。次回、ジョジョの奇妙な冒険、幻惑の旋律、ストレンジリレーション。ほら。